じゃあまずはですね、野島さんからお願いします。お、はい、じゃあ紹介させていただきます。おい、村瀬さん、海人くん、宮野さん、川本さん、野島さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。西村と申します。西村さん、どうも。ありがとうございます。どうも。皆さんはアフレコを通して声でバレーボールの熱い死闘を繰り広げていると思いますが、演じてて実際にバレーボールをやってみたいなと思ったことはありますか？なるほど。また一番やりたいと思うポジションはどこですか？ぜひ教えてください。稲荷崎戦もクライマックスということですが、お体にお気をつけて、引き続き私の大好きな配球をよろしくお願いいたします。楽しみにしております、ということで。なるほど、ありがとうございます。どうですか、稲荷崎の皆さん、バレーボール実際には。いや、バレーってめちゃくちゃ難しくないですか？難しい。で、みんなきっと体育の授業で経験したことあるでしょ。はいはい。一番できなくない、数ある体育の中での球技の中に。ネットに絶対当たってません。やったら絶対素人ができないのがバレーだと思う。なんかバスケとかサッカーとか、こう、はい、なんかなんとなくこうね、うんうん、ごちゃごちゃって なれるけど、うん、バレーって成立しないから、うん、楽しめないですよね。下手だとだからすげえ難しいし、うん、レシーブとかもテレビとかでバレーの試合見てるとみんなバコバコやってるけど、うん、体育の時超痛くなかった？超痛かった。めちゃくちゃ痛かった。冬場のバレーすごい痛かったよ。地獄よ。なんだったらアンダーでサーブ打ってても痛いですもんね。痛い痛い。ずっつって。だからすごい、本当にすごいなと思う、バレーで。ポストも上げられないもん。なんかこの間僕、人がいない公園でこうバスケットやろうと思って。この公園。人いない。いや、怖いね。バスケットボール持って、なんかちょっと運動でもしよう。ガスケットボールですか？ガスケットボールやろ。ガスケツみたいになっちゃってます。ちょうど普通に遊んでたら、途中からバレーボール持った少年が来て、うん、何やるのかなと思ったら、ボールをずっと。おお、すごい。北さんじゃないですか、それ。こうやって僕がずっとバレーボールちゃう、ガスケットボールやってる間やってる間ずっと彼は永遠にトスを上げ、一人で上げてました。反復練習や。すごい。あ、もうこういうことしてんなと思って、ね、俺にはできないと思って。いや、でもできたらかっこいいなって思う。ね、いいですよね。いや、バレーボール、僕ら実はカラスのチームはですね、第2期の始まる時に実はちょっとだけ体験をさせてもらってて、触って。どうだった、大人になってからやるバレーボール。あのですね、できんの、ボールが怖え。これやっぱそうだよね。あの、怪我すんじゃねえかっていう恐怖心もあったりとか、うん、っていうのもありつつ、でもやっぱり特に村瀬さんはスパイカーで頂きの景色を見ていただかなきゃいけなかった。やっぱり日向がすごい高く飛べるから、うん、どうやって、いや、物理的に見ました。あの、こういう高台みたいなこと。おー、びっくり。高台に登ってもらって。高台に登って、はい、高台ってなんか変か なんていうの、あれ、なんていうの、お立ち台、平均台、違う、平均台は平均台。なんでわざわざ平均台に怖くない？それ怖くない？めちゃめちゃ体幹トレーニングになっちゃう。いや、なんかバレーボールのコートの横にこういうのあるじゃないですか、はいはいはい、ああいう感じでこうやって横からしょって登って、こう、あ、なんか審判が乗っかる台みたいなやつ。そうです、そうです。ネット越しにこう相手のコートを見れるみたいな。怖かった。アンダートスもオーバートスもめっちゃ難しいから、そうだよね。本当になんかバレーボールってちゃんと向き合わないといけないなっていう、そうだね、思いますね。本当に集中力もいるだろうし、そうなんですよ ね。なんかもしこういう状況下が明けたら、なんかみんなでバレーボール体験してみるみたいなのが、ね、やりたい、楽しいかもしれない、ね、やりたい、うん、スパイク打てるようになりたい。いやー、宮野さんのスパイクはもう宮ちゃん。だからだって今でもジャンフローできそうですもんね。俺もそこでなんか刺さる言葉言いたい。なんで試合出ないんですか。プレーしてください。イベントなんだから出てください。ありがとうございます。